続いての話題です。7月19日、芸術会館ミラクで今年で10回目を迎える生駒市民川柳大会が開催され、多くの市民が参加しました。午後1時30分、会場では作品の提出が締め切られ、開会式が行われました。はじめに山下市長が今大会のお題から日頃思っていること、感じていることなどを川柳にして披露。続いて生駒番傘川柳会宮田佳子会長が、川柳を通して心豊かな大人になってほしいですと子どもたちにメッセージを送りました。今年のジュニアの部の課題は道・心の2題。市内の小中学生2619人から4891句の川柳が寄せられ、入選作品が展示されました。生駒市のジュニアの部は番傘川柳会の中で評価が高く、全国からも注目されています。表彰式では市長賞や議長賞など入選者8名に表彰状が手渡されました。この後会場では手塚山短期大学名誉教授青山茂さんによる記念講演、天皇家以前のふるさと生駒が行われ、奈良時代の神話に基づいた生駒の話に参加者は興味深く聞き入っていました。そしていよいよ一般の部の入選作品の発表です。会場は多くの川柳愛好家でにぎわう中、事前トークの変化、大会課題の届く、目、うねりなど6題の中から入選作品が次々と読み上げられました。会場では日常生活を描いた句や季節を感じさせる句などが次々と披露され、今年もそれぞれの思いがあふれる大会となりました。今年で10回目を迎える生駒市民川柳大会、参加者の中には1回目から欠かさず参加しているという人もいるそうです。またジュニアの部の入選句は会場に展示され、作品の結果を確認する親子連れでにぎわっていました。では続いての話題です。7月22日、中央公民館サンホールで第10回生駒市中学校吹奏楽サマーコンサートが開かれました。このコンサートは生駒市内にある中学校が合同で毎年開催しているものです。どの中学校も息の合ったテンポと迫力のある力強い演奏で来場者を魅了します。今回出演した生徒の中には、大勢の前で演奏するのはこの日が初めてという人もいて、初舞台を前にやや緊張気味の様子でしたが、いざステージに上がると練習の成果を十分に発揮し、堂々とした表情で楽しみながら披露していました。また来場者の多くは生徒たちの先輩や家族ということもあり、演奏に合わせて手拍子をしたり、生徒の晴れ舞台をビデオに収める姿もありました。それではコンサートの模様をしばらくご覧ください。
またゲストにユーフォニアム奏者の深川雅美さんをお迎えし、特別演奏が披露されました。吹奏楽では中低音域を担当するユーフォニアムの音色は丸みがあり雄大な響きを持っています。来場者はユーフォニアムの柔らかな音色とピアノとの美しいハーモニーに耳を傾けていました。どの出演者も皆さん生き生きと輝いていましたね。緑ヶ丘中学校と光明中学校は8月7日から11日にかけて行われる奈良県吹奏楽コンクールへの出場が決まっており、この日はコンクールの課題曲も披露されました。さて、8月20日から23日の4日間、芸術会館ミラクで生駒市内の遺跡から出土した土器や石器を展示する発掘調査成果展を開催します。生駒市内にはこれまでに北部から中部にかけての地域に数多くの窯跡が見つかっており、現在窯跡から出土した土器の復元作業が行われています。西松ヶ丘にあるこんぴら窯跡の発掘調査では、宮という文字が刻まれた土器の蓋が2点発見され、これによって奈良時代の末期の生産の様子を伺うことができます。展示会では、弥生時代から江戸時代の土器や石器などおよそ150点が初公開。その他にも、勾玉作りや発掘調査の疑似体験など、楽しい企画も盛りだくさんです。ぜひこの機会に生駒の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。詳しくは生涯学習課内線643へお問い合わせください。いかがでしたか。このようにラブリータウン生駒では、毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら、電話 74-1111 内線222生駒市広報広聴課までお願いします。なお、ファックス 74-9100 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それではさようなら。